はい、一音教室来たんですけど、久々だね、ブライア先生。こいつ、目が悪いやつなんだよな、完全に。俺、こいつがテラパゴスをなんか悪用しようとするんじゃないかと思ってるんだけど。素敵なゲストが来てくださってる。入れ違いで校内権に行くのが義務が変われた。先に私から話しておこう。誰が来てんだ？じゃあ、これちょっと複雑だよ。そうだよね。配慮にかけていたね。間違いない。ああ。主な目的ではあるが、エリアゼロで眠っている伝説のポケモン、テラパゴスを私たちで見つけたい。おい、こいつ伝説に目がないじゃん、スグリが、ほら。え、オモダカか。え、チリちゃんもいるよ。オモダカさん。パルデ、ポケモンリーグはパルデアの中心に位置する大穴、エリアゼロの研究を支援していました。はあ、ですが、最近エリアゼロから凶暴なポケモンがあわや外界に出てきそうになりまして、迅速な再調査の必要性をつくつくと感じておりました。はあ。まあ、行くよ、それは。カキズバとは行かない。伝説のポケモン。おい、こいつ。目がないな、伝説のポケモンに。いや、絶対こいつ悪い。目いっちゃってるもん。絶対悪いやつだよ、これ。おもだかさんと話そう。チリちゃん久々だね。会えなくなっちゃったからね。ポケモンリーグクリアしたら。逸材、逸材。怒られそう。あ、違うわ。やっぱそうか。チャンピオンなのね。そうですよね。あ、そうか。ポケモンリーグクリアした後に大穴行ってるから、そのことを何も言われてない感じなのか。タイムマシンの件については一部の私しか知りませんが、ブライアさんには多少ぼやかしてお伝えしている。青のディスク、なんだこれ。青。あ、青の円盤か、これが。これが青の円盤だ。地形やポケモンには十分ご注意ください。変わってんのか、地形が。いや、どうなんだろう。新しい場所ができてるんだと思うけどね。第5層みたいな、第4層までだったけど、今までエントランスロビーでいいんだよね、多分。一種地方なのはなんか何も関係ないのかな。特に一種だなって感じしないけど。どこにいますか。こっちか。あ、いるわ。すぐにこいつ、こいつテラパゴス絶対群れで捕まえようとするやん。絶対見つけないと。まあどうせ俺のものになるんですけどね。いや、ブライアが一番悪いと思うけどね。
スグリが捕まえようとするブライヤがなんか裏切るからの、まあ主人公が成敗って感じだと思う。あ、都合よ。第3層かな、これ。こんなとこまで連れてってくれんだ。いや、1層か。夢に夢見てエリアゼロ。まあ、仲間と来たことあると。そのすっかり影薄いけどね、もう。ネモペパー、誰だっけ、あと。ネモペパーボタンどこ行った？なんとかドン。さらに奥。ゼロラボより奥。最深部からさらに下へ落ちた。確かに。一番下ってことじゃないんだ。ねえ、これ。ワープしちゃダメなの？いや、ワープしても良さそうだけどね。懐かしいな、エリアゼロ。で、なんかあれなんだ、やっぱ、そのネモとかペパーボタン方式でついてくるわけじゃないんだ。てかさ、DLC がまあ最後じゃん、これ。普通に、なんかあるかと思ったけどね、あの3人とのイベント。もうほったらかしなのかな？もうネモはなんかあるかもだけど、いやもうペパーとボタンに関してはもうなんもなさそうっていう。まあ、最終的にそのダイパリメイクのシロナみたいな超強いやつがいると思うんだけど、まあ、それがネモなのか、スグリなのか、まあ、オモダカなのか。候補はそんぐらいか。校長ってことは、まあ、ないと思ってるんだけど、で、なんかね、ミライドン多分出てくんだよね。どういうわけだかわかんないけど。多分、スカーレットでミライドンが出てきて、バイオレットでコライドンが出てくると思うんだけど、まあ、それが捕まえれるのかどうかも、ちょっと見当がつかないね。最深部、そうだよ。下の階には用途不明の謎の部屋がある。それももっと下。え、パネルを操作で入れるんだ。もう普通に分かってなかったわ。すぐに、あれなんか、徐々に戻っていってる感あるか。もう俺が解錠しなきゃ不自然か。なんかちょっとおかしい気がするけど。あれ動かないじゃん。ね、これ。事前準備と中にいたもののフォロー。え？青のディスクを挿入するとアクセス権が拡大。んじゃそりゃ。なんか、大丈夫かこれ。すげえ、こんな場所になんか DVD。いや、良くないことが起こりそうな気がするが、まあ進めないとしょうがないんで。ゼロの大空洞って言った今何？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 これもしかして未来ポケモン出てくんのかな？未来ドンに限らず。スカーレットでも未来ポケモン捕まえれるし、バイオレットでも古代ポケモンいけるみたいな感じじゃないの？これ。
ここは覚えてるよ。ここら辺にブーストエナジー落ちてたでしょ。あっちでめっちゃ物色してるわ。倫理的じゃん。ここ下行けんのか。確かに下マーク光ってるな。絶対おかしいよ、ブライア先生。このエレベーターで例の部屋に行った。謎の空間って、あそこのことか。戦った場所か、最後、ボスと。博士たちとね。楽園防衛プログラムめっちゃいいよね、BGM。よく動くな、こんな椅子なんかわかんないエレベーターが。そんな前じゃないか、十何年前か。こんなに降りるって感じではあるが。よく解除したあのパターで、エレベーターの行き先がどうとか言ってなかった。エレベーターは1機だけ。ゼロの大空洞でしょ？あれだから違う、ボス部屋に行くところを本来ゼロの大空洞って場所に行くようになったのか。うわ、知らないとこだ。エリアゼロのさらに奥。以前の到着地点よりエレベーターが下に降りた。何が来ても驚かない。これ何？ああ、誰かの研究のあれがある。オーリム博士のレポート。はいはいはい。さらに仮想には巨大な空間が存在しており、その最深部はテラフォーゴスゼロの秘宝が眠っている。その体は結晶体となり外敵から見守っている。目覚めるには少し時間が必要そうだ。大空洞内では地上では見たことがないテラスタル現象。あ、そのテラスタイプを仮に、ステラ？ステラ？テラスじゃなくて？あ、でも下がある感じじゃないな。ここは平面だ。普通に奥に行くんだ。ポケモンいないね。あー、出てきそうかも。最初にレーゼロに来たみたいな感じで、プリンじゃないわ。叫ぶ尻尾が来て、みたいな感じで。あ、俺、コライドでぶっ壊すの？え、キラフロール？ああ、これがステラキラフロールだ。ステラって何なんだ？いや、先生戦えるだろ、絶対。絶対こいつ悪役だよ。キラシチュー！何なんだ？何なんだ、これ。これ捕まえたいな。何か知りたいもん。うわ、出た！なに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 ？ 18 個のタイプがくるくるしてんのか。もしあれが。何なんだってばよ。これランクマが使えるからね、今月から。78で強っ。捕まえに行くか。
岩雪崩。物理？おもだかさん、あんたいつもこういう役だな。キラフロールってパラドックスなのかな。でもそこら辺のパラドックスより強いけどね。こいつはでも大穴に住んでるだけのポケモンか。あ、待って、なんか捕まえれなかったわ。ボール投げれねえじゃん。なんで？わ、消えた。光ってるネークなかったら結晶の花も消える。テラスタイプ、ステラ、すべてのタイプの力を発していた？マジ？すべてのタイプの力マジで言ってる？それマジで言ってんの？全タイプ一致？ってことだよね、多分。セラピースステラ。キラーム結晶級。絶対全タイプ一致じゃん。これザシアンでいいな。は？メレシーか。いそうだわ。こういうとこにメレシーは。まあでも横に広いだけだな。まあ、キラーメとキラフロールもいるか。なんか岩タイプいっぱいいる感じかな。あれどうやって行くの？ちょっと怖いか。はっ？これ下落ちたらどうなっちゃうんだろう。落下ポチとかなかったよね、今まで。なんで俺より早いんだ、お前ら。セラピース氷。え、何？どうすんの？え、向こうの光るやつ？どこよ？え、いる？どこですか？お前これアスレチック始まってるやん。エルデンリングにこんな洞窟あったぞ。テラピース炎24。やばい、テラピースが美味しすぎて、おかしくなっちゃう。あ、いたわ、オンバーン。捕まれないんでしょ。テラステラ全タイプ一致っぽいよね。ただ自分は何タイプになるんだろう。これがすごい気になるけど。全タイプ一致か。これ適応力いや、痛いって音がクソ強そう。適応力乗るのかな、テラスタイプステラに。78。まあまあ絶対ここで耐えますと。パリーン。ナメプするか、制限で。いる？このフォルムチェンジ。お前これ俺がっていうか、これコライドいなかったらどうするつもりだったんだ。あまりにも俺頼みなのに伝説を捕まえようとすぐりと、伝説を捕まえようとするすぐりとさ、まあ、なんか悪そうなブライアいるっていう。これミライドン、ミライドンすぐりが手にする可能性あるか。ちょっとある気がするな。
んだよ、テラピースステラって。あ、もう何、最後これ。どっかいいんだろう、どうせ。どこだ？早く教えてくれ。光るやつどこにいんのよ。あっちから来たよね。お前ついに一人で冒険、あれか。え、遠っ。おい、ついに一人で冒険するようになっちゃったぞ。ワンマンチームですよ、これ、僕の。ああ、ネモだったら倒しに行ってくれたのにな。全部テラピースか、これ。18個ありそうだね、じゃあ。誰だろう。え、砂の毛皮じゃん。これ未来だと違いそうだね、バイオレットだと。欲しいな。テラステラ。テラ、なんて言えばいいんだろう。テラステラ砂の毛皮。はい。まあ、聖剣で行くでしょ。こいつの耐久なら。はい。もはや見えねえよ。パリーン。ちゃんと俺以外も働いてもらうことできるか？あ、呼びに来てくれるんだ。もう無視されるかと思った。3100LP だって、うまっ。なんかまだありそうなんだよね、この辺とか。そういえば、タケルライコとか。いや、絶対次だな。タケル・ライコ。絶対次じゃない。激凛。まさかのテラピースじゃないっていう。砂の毛皮ってでもなんか、誰の枠なんだろうね。なんて言ってた、今。進むほど散らすエネルギーの濃度が高くなる。まだなんかありそうなんだよね。ほらね。え、待って、何ここ。おかしい部屋ありますよ。吹雪。声光ってるみたいなやつはいないな。行っちゃうか、とりあえず。後から入れるようになるかもしんないしな。めっちゃ相手持ってたぞ、今。回復の薬、PP マックス。うわぁ、もう回復しとけよって言ってるわ、これ。うん、やっぱ最後の部屋っぽいね、この螺旋状のあれ。行ける場所もなんか、若干洞窟っぽいとこあるような気はするが、いや、気になるな。見ていくか。ほら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 。なんだここ。え？え、ここ。絶対今来るとこじゃねえ。ストーンエッジ。
え？おい、なんか隠しガブリアスいるぞ。なんだこれ。これどっか開くな、でもこれ、さっきの理論でいくと。なんだこいつ。ガブキラー、そんな鳴き声だったっけ君。ガブか。ちょっと高かったりする ?79 かな。80だ。なんか、本当にちょっとだけ高い。捕まれないのこれ。今までのストーリーだったけどさ、こいつ。捕まれないわ。残念。サメ肌っぽいよね。違いました。さっきの場所じゃないのかな。セラピースフェアリー、明らかな隠し。いいね、こういうのもっとちょうだい。で、今来た場所がここだ。すまん、戻っていいか。気になりすぎて夜も眠れねえ、これ。いつもなら夜しか眠れないとこだけど、これも夜も眠れません。うわ、ここだ。消えてる、やっぱり。もうなんかいいのかな、それとも物いっぱい。いや、ありすぎ、わろた。メテオビームだ。あ、すごい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 。あー、すごい。おかしくなっちゃうよ、これ。対戦やってたらおかしくなっちゃう。